東京株式市場で日経平均株価が急落しています。5日の日経平均株価は4日のニューヨーク市場が値を下げたことを受け、およそ1ヶ月ぶりに2万8000円を割り込み、下げ幅は一時950円を超えました。市場関係者は原油などのエネルギー価格上昇に伴うインフレ懸念や中国の不動産の債務問題など投資家心理を冷やす要因が重なっているとみています。